朝タイで何か食べるのは大変なのんちゃんです。さあ、いよいよやってまいりました。こちら朝焼けパンプキンかどちらかを見分けるクイズのコーナーになります。オーナーとしてそもそも成立するのか、そしてうまくいくのか、もうスタッフキャスターともどもドキドキですけれどもとりあえずやってみようということで、3秒間しかありません。ちょっとルールから確認していきましょう。全5問ありまして、5問全部正解するとご褒美があるそうです。ご褒美はこちら、あ、輝いてる食べたいよね。朝タイも食べたいって話してたじゃんでも朝タイはただじゃ食べさせねえよってことなんでだ、なんでそんな厳しいん深夜に起きて頑張ってるやん夜中から頑張ってるやん。だけどね、そう、値段も違ければ値段は10分の1くらいだと思うし、しかもクイズやらないと、正解しないと食べられないっていうね、で頑張ってるやんっていうね、なんかいいことないかな辛い辛い、当たればいいんだ、当たれば当てるんだ、当てるんだ自分震えてる、もはや怖すぎて無理、泣きそう。ちょっと待って、ちょっと待って、目のコンディション整えさせてあ、大丈夫です、大丈夫、 OKOKOK、 目しばしばしちゃうからね。いきますよ、1問目ね。あー緊張する。とりあえず3問当てます。せーの、問題まで3、2、1。あー朝焼け、オッケー、ありがとう、ありがとう、あ、やばい、2問目くる、頑張るね、パンプキン、パンプキンあ、よかった、よかった、オッケー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 、この調子、この調子、いけいけいけ、あかん、わかんない、わかんない、パンプキン、あ、いけた、いけた、あと2問当てるぞ、わかる、真っ白じゃない、朝焼けと朝焼けだね。オッケー、あと1問待ってて、待っててね画質、え、パンプキンかな、え、違う、画質とか、あ、泣いちゃうやったやった、よかったいやでもいつも本当にスタッフさんにお感謝してるし、それこそスイーツ用意してくださったのもスタッフさんですから、本当にね、いやいつもなんか食べたいよねとかね、なんかやりたいよねって言ってくださってるから、今日企画用意してくださって、スイーツまでね用意してくださったので、あとは美味しくいただきます